さてさ、しおくらでございます。今日はすごい晴天、素晴らしい。天気はよく、だけど風が吹いたら寒い、そんな気温でして余計花粉が心配ですね。そういえば花粉で思い出しましたけど、一日中家を出なくても、嘘だな、一回ぐらいコンビニとか行くのかな。で、一日中眠いんですよ。で、外出ないからって言って花粉の薬を飲まないでいて、いわゆる薬の副作用がなくても一日中眠いんですよ。これは花粉ですかね。もしかしたらその一回一回の睡眠が鼻詰まりか何かで、ちゃんと満足のいく睡眠じゃないのかもしれないんですけど、とりあえず本当に一日中眠くて、今日も眠いし、どうしたもんだというところですね。まあ、あくびを我慢しながら人と話さなきゃいけないとか、そういうこともないので、寝たいときは寝ちゃえって思うんですけど、一日の無駄感、そういったものと日々戦っています。最近寝る前にいろいろと漫画を読むようになってまして、これもまたいけないんですけど、寝る前に1巻ぐらい読めればいいなと思って寝てるんですけど、結局 2,3 巻一気読みをしてしまってね、横になってからちょっと本を読んでいてテンションが上がって寝れなくなっている、そんな状況ですよ。今日の今日っていうか、だから昨日か、昨日の夜で最終話を迎えました東京グールを読破いたしましたが、東京グールって1章2章みたいな形でタイトル変わるでしょう。なんか RE がついて、普通の最初の初期の東京グールは、登場人物もはっきりと分かり、ストーリーラインも分かりなんですけど、RE から途中の方で名前が誰が誰を指してるのか分からなくなるし、顔のこの顔の人誰だっけ、味方だっけみたいなね、なんかそういうことがもう分からなくなっちゃうんですよ。多分もともと人の名前とかを覚えられないその性格上、さらに進撃の巨人とかでもそうですよ。僕大体名前と顔が一致しなくて分からないんですよ。すごい楽しかったですし、最終的には満足のいくグッドエンディングでしたよ、僕にとって。ただまあ途中その RE の10巻から16巻ぐらいまでのところのストーリーで人の名前と顔が一致しなくなり始めたんで、 1,2 ヶ月経って内容抜け出した頃にもう一度読み返したいと思います。大人買いをした電子書籍含めちゃんとした本にせよ、エンディングの距離感っていうのが分かりますから、なんだろう、例えば14巻を読んでいてストーリーが全然分かんなくなってきたぞっていう時に、16巻までって分かってるから、とりあえずそのストーリーをちゃんと把握できなくてもエンディングを先に読みたい、見たい、聞きたい、歌いたい、これ夜も引っ張るね。だから内容を分からずとも、先に進んでしまう、これがちょっと大人買いのいけないところですね。まあ1巻だけと思いながら結局 2,3 巻読んでしまって、布団の中に入り2時間ほどが経過し、3時間目を迎えようとしていて寝ようとする、だけどこう気持ち的にもテンション的にも目が覚めてしまっていてなかなか寝つけない。で、最終的には1時間超ある睡眠用 BGM みたいなものを流して、いつの間にか寝ていると、最近はそういう状況ですね。今日朝起きて布団からあまり出たくなくて、東京グールが終わって次買ってるやつが、名前なんだっけな、惑星サミダレ、あれそんな名前だっけな、惑星サミダレ的な若干のこの SF チックな世界観のあるものですよ。10巻までだったと思います。僕大体こう10巻までの完結コミックを探して、電子書籍であったら買う、なんかそんな状況なんですけど、それを今1巻を読み、あ、これは面白そうだなと思い、今日の夜からそれを読もうと思うんですけどね。僕虫が嫌いなんですね。小さな虫から大きい虫まで、もっと幅を広げると昆虫もちょっと得意ではない、爬虫類も得意ではない、そんな状況でこうトカゲが喋るんですよ、その漫画は。で、そのトカゲがまあ可愛くて、なんか見た目ちっちゃな小ワニ、ワニっぽく、ワニとトカゲって似てるんだというところから、その漫画を読んでいけばより爬虫類が少し得意になるかもしれません。今日もこの動画を撮影ボタンを押してから何十分も車を運転しておりますけれども、くしゃみを覚えてるだけで2回、4回2セットぐらいしていますし、今ちょっと喉もなんか変にイガイガしてきましたね。花粉かな。そう考えるとすごいですよね。僕が家を出てちょっと歩いてドア開けて
ドア閉めただけですから、それでこの状況ですか。これがね、バイオハザードとかに出てくるウイルスが散布されたら、それはいっぱい広まってみんなゾンビになるっていうのが分かるぐらいのこの凄さ。というわけで今日は絶対目の周りを触れない、花粉で肌が痒くなってね、この辺大丈夫だろうと思ってこの辺描いてももう気になりますから、外にいるときは一瞬たりとも気が抜けません。花粉症の皆様ともに乗り切りましょう。杉の後はヒノキがやってきます。僕はヒノキまで引き続きビースカビースカ羽が言ってますし、なんか目も泣いているような感じになりますので、頑張って切り抜けましょう。それではシオクロでした。また明日ごきげんよう。なんだっけ、また明日。